はい、こんにちは。今日はですね、今大人気のノアと牧師新型ですね、今注文しますと10月11月ぐらいの納期になってるんですけども、当社の方では続々と入庫しています。3月でもう20台近く納車していってますので、今回はノアのですねモデリストついたエアロをご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。もうね、 YouTube 上げるって約束したんで、もう毎週上げますからね、ちょっとこれなんか緑のトラックばっかりになってますけど、これ実はですね、見てください、全部うちのレンタカーです。で、社長がまた新車をですねレンタカーで、僕らの知らないところでもう100台近く注文してるみたいで、軽トラックだけでも緑色だけでもこれだけあります。これも全部小売りもしますので、またいつでも連絡ください。はい、続々と入荷してますの で今日はですね、こちら見てください。じゃじゃん、かっこいいですね。これが新型のノアとボクシーになります。整備士の小田さんです。よろしくお願いします。ちょっと噛んだね。もう一回いきますか。いやいや、いい。整備士の小野さんです。よろしくお願いします。小野さんはあれですね、整備士。はい。整備士1級ですよね。1級です。はい。1級ですよ、整備士1級。うちね、メカニック6人いるんですけどね、みんなね、めちゃくちゃ腕いいですからね。小野さんなんかナビなんかね、付け替えなんか3分ぐらいじゃないですか。3分、はい。3分ぐらいでやっちゃいますからね。ちょっと今日はノアの方の説明の方をしてもらいたいなと思いますんで。これボクシーですね。これボクシーはハイブリッドのノーマルタイプ。エアロはついてませんけどね、ハイブリッドかっこいいですね。はい、これもお客さんの納車です、今週も納車します。で、こちらのノアも今週納車の車両になりますけども、新型ノアのエアロモデリスタ付きですね。こちらモデリスタ、これも今日小野さんが5分ぐらいでつけてくれたかな。全部6分ぐらいですね。6分ぐらいでつけてくれましたね。はい、もうエアロすごいですね。で、今日つけたの何つけてくれたんですかね。はい、フルエアロですので、前のスポイラーの方といかついですね、メッキピカピカやね、はい、そのシグネチャーエルミっていうこの部分のライトの方ですね。あ、これはもともとついてないんですね。もともとついてないですね。で、はい、ここが光る、はい、メッキが入って、はい、ああなるほどね。これなかったらあれですよね、ちょっと顔がのっぺりした感じだ。そうですね、もともと男前なんですけど、やっぱここあることによってどうしてもこのちょっと密度が出ることによってちょっと締まるといいますか、ワンポイントあった方がかっこいいと思います。ねえ、アクセントがね、はい、けど高いんですよ。どれぐらいするんですか。10万弱。これだけで弱やったと思います。はい、これだけで10万弱。僕の年間のお小遣いぐらいです。選ぶ前回りはこの、はい、はい、これホイールも純正なんですよね。これ純正です。かっこいいですね。かっこいいですね。ノアもボクシーも同じホイールやね。かっこいいですね、フロート。で、エアロ自体はフルエアロなんで、ここのサイド、このメッキも。そうですね、はい、全部。やっぱ全然変わりますね。そうですね。ここにラインが入るだけで。はい。で、取っ手の、ここですね。取っ手の傷防止の。これもモデルスタ。モデルスタです。こんなんあるんですね。モデルスタ。おしゃれですね、なんかね。うん、確かに、ファミリーの方がね、乗られるのが多いので、この、傷がね、つきますんで、これはすごいいいと思うんですね。はい、こんなんあるんですね。はい、これもモデリストで、あと後ろですね。もうリアもかっこいいですね。リアはこっから下になるんですかね。そうですね、はい。こっから下になります。で、テールもこちらね。LED で。ちょっとボクシーとはね、またちょっと違う後ろ姿ですけどね、こう見ますとなんか本当踏み台ともね、すごいおしゃれですね。そうですね。一応内装とかはもう全部ボクシーと一緒なんですよね、ノアはね。一緒です、内装は。はい、ボクシーと、一緒ですのでね、中の説明はまたボクシー編でうち YouTube 上げてますんで、ぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。じゃあ今週またこの車2台もね、納車ということで、はい。まあ、うちいいメカニック、腕いいメカニックいますんでね、お仕事、車検でも何でも言ってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ恒例の、奥さんにね、言うことありますよね。はい、奥さんどうぞ。はい、大事ですからね。はい、はい、愛してるよ。あ、お前そっちから言った。愛してるよまさかそっち行くと思わなかったですわ。いいです、はい、愛してますよ、はい、はい、奥さん幸せですね。はい、じゃあまたオートショップエンドよろしくお願いします。はい、実はですね、
オートショップエンド新しい新整備工場を建てております。ごめんなさい、10トントラック、キャンピングカーの整備も全部できるような大きい工場の方を新しくまた追加で建ててますので、出来上がりがだいたい7月から8月ぐらい、夏場にはオープンしたいと思いますので、またご案内します。ぜひ寄ってください。